プロレス団体の DDT、n o a 東京女子プロレス、ガンバれ、プロレスなどを運営するサイバーファイトが26日、都内で会見を開き、6月6日に埼玉、埼玉スーパーアリーナで開催する、サイバーファイトフェスティバル2021、DDT、n o a 東京女子プロレス、ガンバれ、プロレスによる合同興行で、不屈のアラム社、八津義明が一年越しで復帰戦を行うことを発表した。 19年4月から DDT に参戦していたやつは、持病であった糖尿病の悪化により右足がえそして、同6月25日に右足を切断。その後、懸命なリリハビリに励み、 高木三四郎、サイバーファイト社長の同級生である川村圭司が社長を務める義肢装具業界のリーディングカンパニー、川村義肢株式会社によって開発されたプロレス用の義足を使って、昨年6月7日に埼玉 SA で開催を予定していた DDT、レッスルピーターパン2020で復帰戦を行う予定だった。 ところが、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、同大会は開催見合わせとなり、八つの復帰戦も流れてしまった。その後、八つは3月28日に東京五輪に向けて、地元の栃木・足利市内を義足の聖火ランナーとして走り、1年越しの悲願を果たした。そして、河村義士者により開発された、さらにパワーアップしたプロレス用の義足をつけて復帰戦に臨む。DT では、 昨年11月3日に東京・大田区総合体育館や、2月14日に神奈川・カルッツ川崎でのビッグマッチを開催したが、高木社長は、やっぱり埼玉の借りは埼玉で返すということなのかなと思ってまして、八津さんの戦う姿を見て、同じような境遇の方に元気を出してもらいたいし。 勇気を与えてもらいたいなと思いましたんで、サイバーファイトフェスという形ではありますけど、やはり大きい大会で注目の集まる場所でやりたいということがありましたと説明した。やつは、サイバーファイトフェスティバルの本戦、14時開始の前に行われる、スターティングバトル、12時45分ごろ開始、枠の、時間差し入れ場バトルロイヤルに出場。この戦いには DDT ノアの選手が参戦し、優勝者にはサイバーエージェントグループより勝利者賞が贈呈される。1年越しの復帰が決まったやつは、高木社長、私を忘れずに呼んでくれてありがとう。一つ一つ物事に挑戦しながら、去年コロナの影響で断念した聖火ランナーも無事行われて、一つの夢を完結した。次6 6月6日 埼玉 SA に向かってずっと1年前から練習してるんですけど1年かけて義足を進化させた感じがしますプロレスを義足をつけてやるってことはちょっと前までは想像もつかなかったんですが人生何が起こるかわからない義足つけてどこまでできるかというのを自分なりに披露してみせたいと力強くコメント 高木社長は、昨年6月7日に予定していました埼玉 SA 大会は新型コロナウイルスの拡大によって、中止を余儀なくされてしまったんですけど、どういう形になっても八津さんにはもう一回リングに上がっていただきたいという気持ちが強かった。高校の同級生である河村社長に相談したところ、心よく受けていただいて。 いわゆるプロレス用の義足のプロトタイプは完成していたんですけど、それをあとは昨年の復帰戦に向けてブラッシュアップする予定だったんです。かなわぬことになってしまったったんですけど、この1年間でさらに義足の技術が上がりまして、去年よりかなり性能の高い義足が完成しました。それを八津さんに当日履いていただいて、思う存分またリングで暴れ回ってほしいなと思う所存です、と話した。 高木社長から手渡された新たな義足は横の動きにも対応しその日の体調次第で装着部分の微調整も可能になる優れもの実際に奴はその義足を装着し走ってみせるなど具合を確認しこれはすごいこんなのどこ探してもないスープレックスもできる本当に感謝です DDT に上がれるというのも含めて感謝ですと満足げ 復帰戦以降について、やつは今、規制を上げてますけど、実際やったらどうなのか、一末の不安があったり、それはどんな人にもあると思うんです。こんな素晴らしい義足を提供していただいたわけですから、義足のポテンシャルに負けないくらいやらないといけないと思います。そういう意味では、バトルロイヤルでは物足りないんですけど。 手始めは優しくとおっしゃってもらったんで、自分の技を埼玉 SA でお見せしたいと思っておりますと語った、戦いを通して、選手たちに伝えたいことはあるか、との問いに、やつは、自分が目標に向かって前進していくのみです。そういうのに何か感じてくれる人がいればいいなという感じで、自分が前進するためには、いろんな方のサポートと協力がないとできませんので。 こういういチャンスを与えていただくということは技術面も含めてリングも提供していただいてここまで一人で来れませんのでそういった仲間たちすべてに感謝ですそういうのがうまく伝わっていけばいいと思いますと述べたさらにやつは自分も新人じゃないわけですから自分のイメージでこの義足を使ってどういう風に出るかなというのは何回もテストしてますんで多分パフォーマンスは相当できるかなと思ってます いろんなことをやって不具合が生じたらまたさらに義足ももっと進化すると思います。あとは糖尿病を持ってますんで兼ね合いですね。そのうちもう一足なくなっちゃったら厳しいから今燃えなくちゃいけないこの現状で燃えないと燃焼しないとダメなんです後から燃焼しても遅いのでこの年になって記者会見までやってもらってということは自分にとっては最大の思い出になるし。 精一杯やららせてもらいますと熱く語った会見終了後、やつは居合わせた大花拳、頑張れプロレス」を実験台に、ロックアップからヘッドロック、義足でストンピングを繰り出すなど、試運転を行い、上場の動きを見せていた。